新潟トランシス株式会社は、鉄道車両、除雪機械、産業用車両などの製造、販売、案内機常式鉄道システムの設計、製作及び建設を行う IHI グループの企業。本社は東京都千代田区有楽町にあるが、機器の製造は新潟県北貫原郡西楼町東港5丁目の新潟事業所で行われている。 2001年に経営破綻した新潟鉄工所のうち、新交通システム、鉄道車両、除雪機械、産業用車両部門の事業を引き継ぐことを目的に2003年に設立された企業である。鉄道車両製造では、機動車、電車、客車、調停小 LRV の新造、改造、修理、整備等の受け負いを行い、 特に機動車の製造で全国シェアの約8割を占める。これは設立に際して新潟鉄工所と機動車のシェアを二分していた富士重工業の鉄道車両部門を合わせて譲り受けしたためで富士重工業は新潟トランシスへ鉄道事業を継承する際に設計図などを上と設備、部品等を売却し、アフターサービス等を委託するとと,ともに、 業務履行のために社員を出向させている。新潟鉄工所新潟釜駅工場の土地、設備を引き継いでいる。新潟鉄工所がスタービン工場と同じ敷地にある、関係上、工場内に試験用の線路はあるが鉄道路線までの距離があるため、JR 線とはつながっていない。このため、鉄道車両を含む製品の出荷はトレーラーによる輸送が主体となっている。 公衆輸送で鉄道車両を出荷する場合、工場からトラックで、清涼町、富士寄せまで輸送され、同所の黒山駅分岐新型東港専用線、旧富士寄せ駅で鉄道に乗せ替えられ、同線を経由して、黒山駅で JR 白新線にで、納入先まで輸送される。改造等で工場入りする車両については、この逆となる。保線車両の納車については、 トレーラー輸送が主体となっている。近年においては、ブレーメン型と呼ばれる、超低小 LRV を、ドイツボンバルディアトランスポーテーション社より、技術提供を受けて、ライセンス生産し、全国で6カ所の路面電車事業者に供給を、行っている。除雪機械製造では、新潟のブランド名で、道路用のロータリー除雪車を中心に展開している。 車内名板視察オレンジ鉄道ハザー -150 系。ありがとうございます。